Wi-Fi ルーター本体に記載された接続時使用する SSID、暗号化キーなどは見られると不正アクセスされる可能性があります。この動画では暗号化キーの変更の仕方を紹介しています。エアステーションアプリを選択します。Wi-Fi ルーターの設定画面にアクセスし、暗号化キーを変更します。設定画面を開くを選択。本体ログイン用パスワードを入力。無線 LAN を選択。暗号化キーを任意の値に変更します。他の暗号化キーも変更。設定を選択します。暗号化キーを変更すると Wi-Fi が切断されます。SSID を選択すると変更前の暗号化キーでアクセスするためパスワードが違いますと案内されます。新たに設定した暗号化キーを入力します。新たな暗号化キーで Wi-Fi 接続できました。